大谷翔平の通訳がバイトしていた。そんな彼の理由と対処方法、こんにちは。エッセイストの玲玲です。今回は大谷翔平の通訳水原一平さんについての驚きのエピソードをご紹介します。実は水原さんは通訳をしながらバイトもしていたのです。しかもそのバイト先は意外な場所でした。それは大谷選手の所属する MLB チームのオフィシャルショップでの販売スタッフだったのです。なぜ通訳をしながらバイトをしていたのかというと、水原さんには大きな夢があったからだそうです。彼は将来的には自分自身が MLB のマネージャーになりたいという野望を持っていました。それにはまずアメリカのプロ野球に馴染み、たくさんの経験を積むことが必要だと考えたのです。しかし、アメリカでの生活費は高く、通訳の仕事だけでは十分な収入が得られません。そこで、水原さんは懸命に仕事をこなし、貯めたお金で MLB の様々な試合やセレモニーに参加し、勉強を続けたのです。大谷選手をはじめ、チームメイトたちからも気さくに声をかけられ、地道な努力が報われたと感じていたそうです。そして水原さんの夢が通りにつながった瞬間は、大谷選手が MLB オールスターゲームのシリーズで MVP を獲得した際でした。その時大谷選手は表彰プレートを水原さんに渡し、感謝の気持ちを伝えたのです。しかしこのエピソードが一部で話題になり、大谷選手をはじめ、チーム関係者たちからも大きな反響がありました。そこで、チームが水原さんに正式なマネージャーとしての契約を提示したのです。水原さんは喜んで、それを受け入れました。このエピソードから、私たちは何を学ぶことができるでしょうか。それは、健全な野心を持ち、努力することの大切さです。そして、結果が出るまで、根気強く頑張ることが、人生を大きく変えることができる、ということです。このようなドラマチックなストーリーを持つ水原さんは、多くの MLB ファンから支持されています。彼のように、自分の夢を追いかける人には、この記事から、勇気やヒントを得て、いただけると嬉しいです。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。